一茶大安啓示雨雨百千億万無量大小修如五弱よ一切地と諸仏如愚道大震災時に虐殺された人々に捧げます。軍隊警察のみならず自警団と名乗る市民同調した者の手によって一人一人が虐殺されます。当時の国会での追及に対し調査中と答弁、今も調査中が続いているのでしょうか。今殺された者の6000人なんて大げさだ、虐殺とは言えない、殺された者にも訳があったなどという主張を持ち出し、要請の一部にそれに同調する者の動きが出てきています。当時心ある人々の努力で調査記録がなされ、今なお実態の掘り起こしが続いています。そういう営みを自虐としてレッテルを貼り攻撃をすることは日本の歴史から記録をなくし日本人の記憶を消す策動にふかならないのではないでしょうか。はい、やればいい。今までどんなにこう右翼の石原だって送ったっていうのに朝鮮人大虐殺っていうのは歴史の中でも検証されてることかなと思っていたのにもかかわらず、こんな形でもやはりそれを指定していく人たちがいるんだっていうことにね、やっぱり今の時代の危険さっていうのはすごく感じています。人の手によって作られた流言記号によって暴動が起きるとか、緑に毒を入れてるとか暴動を起こすとか、そういった形で官民一体となってですね、自警団も一体となってそういった虐殺をしてしまう、同じ犠牲者でも違う、いいとかそういう意味じゃなくて違う、深刻なんだ、一つだけの間違い、被害だ、人の手による、ね、命を奪ったと、こういう犠牲者なんだと、それを見てないんですか、本当に被災者の一人一人の命ですね、そういったものに寄り添うという、そういう都知事の姿勢としていかがなものかと私は思います。小池知事 の, その今回の対応については非常に、まあ、残念というか寂しいと言いますか、本当人としても寂しいと思います、それこそ日本人として寂しいというふうに思います。